and get your hand off my hip and kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that?へいらっしゃい。どうも皆様、キメイマルでございます。本日も張り切ってやっていきましょう。それでは今回ご紹介する第二次世界大戦の戦いはこちら。モスクワの戦い。この戦いはバルバロッサ作戦中の1941年10月2日に勃発した、ドイツ軍対ソ連赤軍の戦いで、ドイツがソ連に早期で勝利する可能性がなくなり、バルバロッサ作戦の失敗が決定的となってしまった戦いとなっています。1941年6月22日に開始されたバルバロッサ作戦では、4ヶ月以内に、フェイドア・フォン・ボック率いる中央軍集団がモスクワを占領する予定となっていて、1941年8月5日には、モスクワへと通じる西の関門ともいえるスモレンスクを占領するのですが、ヒトラー閣下によって8月21日に、モスクワよりもウクライナ東部の確保を優先するという、総統軍令が全軍に下達されたことにより、中央軍集団に所属するハインツ・グデイリアンの第二装甲集団は、南方軍集団を支援するためキエフに向かうことが決定したことから、中央軍集団のモスクワ進撃は一時延期されることとなったんですね。一方この頃、レニングラード占領を目標としていたヴィルヘルム・フォン・レイプ率いる北方軍集団は、8月17日にナルバを占領し、21日にはレニングラード南方30キロの地点にある、クラスノグワルジェイスクに第41装甲軍団が到達していたのですが、北方軍集団は兵站線の脆弱さとソ連赤軍の激しい抵抗によって、約2週間おきに進行と停止を繰り返していたため、この時も、後続の部隊が追いつくのを待たなければならないといった状況だったんですね。その後9月6日、第39装甲軍団が中央軍集団前駆から分化されると、8日に予定されていた北方軍集団主力によるレニングラードへの総攻撃に先立ち、北方軍集団の第28軍団と共にレニングラード南東のノブゴロドに攻撃を開始すると、8日早朝にレニングラードとソ連内陸部を結ぶ交通網の要衝であるシュリッセリブルグを占領、レニングラード市内に立てこもるソ連赤軍を孤立させることに成功します。すると、この状況に危機感を抱いたスターリンは9月10日に、ゲオルギー・ジューコフをレニングラードに派遣すると、9月12日付で、ジューコフをレニングラード方面軍司令官に任命し、防衛線の立て直しを命じます。当時ジューコフは、キエフのソ連赤軍の撤退を進言しスターリンを激怒させたことがきっかけで、7月29日に参謀総長を辞任に追いやられていたのですが、結局スターリンはジューコフに頼らざるを得なかったわけですね。しかし、ジューコフがレニングラード方面軍司令官に着任したその同日、レニングラード市内と湾岸を見渡すことのできるブーデルホフ丘陵を占領していたはずの北方軍集団は、突如として進行を停止していたんですね。実はこの日ヒトラー閣下の命令で、1941年中にモスクワを占領することを目的とした、大フーン作戦実行のため、北方軍集団は攻撃の要である、第4装甲集団を引き抜かれてしまったんですね。8月5日のスモレンスク占領後、ボック、グデイリアン、ホトといった歴戦の司令官たちの反対を押しのけ、ヒトラー閣下はモスクワ侵攻を後回しにして、ウクライナ、レニングラード占領を優先させたわけですが、レニングラードを目前にして、戦略方針を大きく変更してしまったわけですね。突然の心変わりの理由としては、1941年8月23日に開始されたキエフでの戦いが、予想以上の大戦果となる見通しだったため、欲が出たのではないかと言われていて、9月26日にキエフを占領した際には、敵は壊滅し、再び立ち上がることはできないだろうとヒトラー閣下は発言しています。しかし実際には、ソ連の軍事力は全く揺らいでおらず、当時ドイツ国防軍参謀総長だったフランツ・ハルダーは8月の時点で、我々は明らかにソ連の軍事力を過小評価していた。開戦前、我々は敵兵力を200個師団と見積もっていたが、すでに360師団が確認されている。彼らは訓練を欠いた寄せ集めに過ぎないが、1ダースの敵を撃破してもまたすぐ1ダースが現れる。限られた時間という要素は、この戦争では明らかに敵の味方である、と、当初の計画案が見込み違いだったというような発言を残しています。ちなみに、戦後に行われた研究では、8月5日のスモレンスク占領後、ドイツ軍の戦車稼働率は著しく低下していたため、ヒトラー閣下がモスクワを後回しにしてレニングラードとウクライナ占領を優先させたのは、戦略的に悪くない判断だったと言われています。ただそれも結局無駄になり、結果的にソ連赤軍にモスクワ防衛のための準備期間を、約2ヶ月も与えるだけとなってしまったわけですね。こうして1941年9月30日、ドイツ中央軍集団77個師団による、ソ連首都モスクワ占領を目的とした大フーン作戦が開始されます。この大フーン作戦では、装甲集団と野戦軍を各1個ペアとして、装甲集団が敵防衛線を突破し、後続の野戦軍が装甲集団の側面及び後方から援護、孤立した敵部隊を撃破しながら占領目標へと進行する計画となっていて、攻勢開始から4日目の10月3日、グデイリアン率いる第2装甲集団がオヨールを占領すると、6日にはマクシミリアン・フォン・バイクス率いるドイツ第2軍がブヤンクスの町を占領し、さらに翌日の7日には、ヘルマン・ホト率いる第3装甲集団と、エイリッヒ・ヘプナー率いる第4装甲集団がビャジマで合流したことで、ドイツ軍は作戦開始から約1週間ほどで、右翼ではブヤンスク方面軍を、左翼では西部方面軍の一部と予備方面軍の一部を包囲してしまいます。
ちなみに、ブリャンスクで行われた戦闘には、当時第24戦車連隊の戦車長だったミハイル・カラシニコフも参加していて、この戦いで重傷を負ったカラシニコフは、治療を受けた病院のベッドの上で、祖国を守るためにドイツ軍を倒すことのできる銃を開発しなければならないと考えると、銃の設計をはじめそして後に AK-47 を開発することになるんですね。まあそれはいいとして、一方ソ連赤軍は、ドイツ軍を迎え撃つため、西部方面軍、予備方面軍、ブリャンスク方面軍、合わせて95師団を投入するも、結果は、ブリャンスク・ベジマ間であっさりと包囲網を2つも形成されてしまいます。そのため、モスクワ防衛にはもはや一刻の猶予もないと考えたスターリンは、9月12日にレニングラード方面軍司令官に任命したばかりの、ゲオルギー・ジューコフをモスクワに呼び戻し、10月10日付で、今度は西部方面軍司令官に任命します。またモスクワ郊外では、約25万人の女性が動員され、塹壕やバリケードの設置が行われるなど、ドイツ軍の侵攻に備えるのですが、しかし10月13日、第4装甲集団の歩兵部隊によって、モスクワから南西160キロにあるカルーガが占領されると、もはやモスクワ陥落は時間の問題であるとして、ソ連政府は10月15日に、ソ連政府のクイビシェフ移転と、ソ連赤軍参謀本部を、アルザマス閉店させることを発表します。そして10月17日には、ドイツ軍に利用されないようモスクワ市内の重要な施設の爆破準備がなされ、19日にはモスクワ全域に戒厳令が発令されます。ちなみにこの時スターリン自身は、モスクワから避難することを拒否し、最後までクレムリンに留まり、陣頭指揮を取り続けることを決心していたと言われています。スターリンなりに覚悟を決めていたのかもしれないですね。まあそれはいいとして、このように、敗色濃厚化に思われていたソ連でしたが、ただこの時、ドイツ軍の侵攻の速度は大幅に遅れ始めていたんですね。実はドイツ軍がブリャンスクを占領した10月6日頃から秋雨が降り始めていて、それが日が経つにつれ、舗装されていないソ連中部の道路は完全に泥沼に変わり、ドイツ軍の戦車や車両は泥に飲み込まれ動けなくなっていたんですね。これはロシア語で、ラスプティッツァと呼ばれる粘土質で水はけの悪い場所で起こる現象で、古くはモンゴル帝国、そしてナポレオンも苦しめられているんですね。そしてこのラスプティッツァによって、ドイツ軍は侵攻だけでなく補給物資の輸送もままならなくなり、ドイツ軍は10月13日にカリーニン、21日にナロホミンスクを占領するものの、モスクワの南の門と呼ばれたツーラに対し、29日から開始されたグデイリアン率いる第2装甲軍の攻撃は、燃料や弾薬などの物資不足が原因で、ソ連赤軍に撃退されてしまうんですね。そのため10月31日、兵站戦の問題とラスプティッツァが収まるまでの間、ドイツ軍は全ての攻勢作戦の停止を全軍に命じるんですね。その後11月6日、補給物資の輸送が再開されるのですが、この日からモスクワ一帯の気温が一気に低下し、最低気温はマイナス40度近くとなってしまいます。1941年から1942年のモスクワの冬は、当時の最低気温を更新するほど寒く、20世紀のヨーロッパで最も寒い冬となっていたんですね。しかしそんな極寒にもかかわらず、冬季用の防寒具や不凍液などは、鉄道網の整備の遅れが原因で輸送が後回しにされ、前線にはほとんど届かなかったんですね。そのためドイツ軍は冬季装備なしで、モスクワ侵攻を行わなければならないといった状況となってしまいます。ちなみにこの同日、モスクワではスターリンが10月革命24周年を記念して、当時防空壕として使用されていたマヤコフスカや地下鉄駅で演説を行うと、翌日には赤の広場で軍事パレードが開かれています。これは当時、ドイツ軍の接近に伴ってモスクワ各地で発生していた混乱を鎮め、国民の士気を高めるために行われたもので、たとえドイツ空軍の空襲があったとしても、式典を続行し、式典を撮影した映像はソ連全土に配布するようスターリンは命令していたそうです。そしてその結果、このパレードから数日後には約10万人の労働者が、民兵としてソ連赤軍に参加したと言われています。まあそれはいいとして、その後の11月15日、ドイツ軍左翼の第3装甲集団の攻勢が再開されると、16日には中央の第4装甲集団の攻勢も再開され、18日には右翼の第2装甲軍の進攻も再開されます。この時ドイツ軍は11月12日に開かれた戦略会議で、冬季装備なしでモスクワ侵攻を行うのは不可能であると、攻勢中止も検討されたのですが、冬季装備なしで防衛に回ってしまえばそれこそ勝ち目がなくなってしまうという、中央軍集団司令官のフェイドア・フォン・ボックの意見を受け、極寒で道路が凍りつき、戦車を動かすことができるようになったこともあって、ドイツ軍はわずかな可能性にかけて攻勢を再開したんですね。そして11月24日、第3装甲集団はモスクワ北部の要衝であるクリンを占領すると、26日には第4装甲集団が、モスクワ鉄道の重要な中継点であるイストラを占領し、30日には第4装甲集団の前線部隊が、モスクワまでわずか8キロの地点まで到達します。しかし、モスクワ正面の戦線には対日戦力として極東方面に配置されていた、通称、シベリア師団と呼ばれるソ連赤軍の精鋭部隊がシベリア鉄道を使って移送されており、ドイツ軍はモスクワを目の前にしながらも、攻勢を阻止されていたんですね。
そしてドイツ軍右翼でも、26日にツーラから北東80キロに位置する、カシーラに向けて進行を開始したグデイリアンの第二装甲軍を食い止めるため、ソ連赤軍は第一新鋭騎兵軍団や独立戦車大隊、そして新鋭迫撃砲連隊という、米英無防止弓及び、米英無トリナーッサチ自走多連装ロケット、通称カチューシャが配備された火力支援部隊を投入すると、30日にグデイリアンの第二装甲軍は迎撃されてしまい、40キロ後方まで後退させられてしまうんですね。ソ連の新鋭部隊というのは、ドイツのようにエリートを集めた部隊というわけではなく、実戦で功績を挙げた部隊に与えられる称号のようなものだったので、非常に実戦経験豊富な強力な部隊だったんですね。またこの時ドイツ軍は、すでに弾薬や燃料をほぼ使い果たしており、さらにマイナス20度を下回る極寒の中を冬季装備なしで進行していたため、凍傷によって手足の指や手足そのものを失ってしまう兵士が続出しており、肉体的にも精神的にも限界を迎えていたため、まともに戦える状態ではなかったんですね。そのため、ドイツ軍の攻勢は各地で停止しており、もはやドイツ軍の攻勢継続能力は限界に達したと判断したゲオルギー・ジューコフは、11月30日に、スターリンに大規模反攻計画案を提出すると、スターリンはこの計画を承認し、予備兵力をジューコフに委ねるんですね。そして1941年12月5日、まずはカリーニン方面軍のソ連第29軍と31軍が、カリーニン周辺のドイツ軍に対し攻撃を開始すると、ジューコフ自ら率いる西部方面軍の第30軍、第1打撃軍、第20軍、第16軍、第5軍、そして南西方面軍の第50軍、第10軍、第61軍、第3軍、第13軍が、16日にモスクワの南北でドイツ軍に対し総攻撃を開始します。すると、もはや抵抗する力も残っていないドイツ軍は、この同日にモスクワ攻勢を中止することを各部隊に固くし、西へと退却を開始するんですね。そして12月8日、ヒトラー閣下によって総統訓令第39号が発令され、全戦線において防御体制を取ることが正式に指示されるのですが、その一方で、1942年における大規模攻勢の再考に備え、陸軍総司令官の指示する、有利な条件形成に努めよ。ここの正面における退却のタイミングは全般的な情勢を踏まえて決定されなければならないとして、退却のタイミングや退却先などは、陸軍総司令官の、ワルター・フォン・ブラウヒッチの命令に従うようにとの指示も出ていたんですね。要するに全面撤退ではなく、来年反撃を行うのに必要な重要地点などは、できる限り努力して維持しろってことで、どこを守りどこまで退却するかの判断は、ブラウヒッチに委ねられていたわけですね。しかしこの総統訓令が発令された2日後の12月10日、ブラウヒッチは心臓発作を起こし倒れてしまい、まともな指示や判断ができるような状態ではなくなってしまうんですね。そのためドイツ軍は、適切な退却位置が定まらないままとなってしまい、12月13日までにモスクワ正面から約80キロ以上後退し、16日にはカリーニンをソ連赤軍に奪還されてしまいます。するとこれに激怒したヒトラー閣下は、12月18日に、フェードア・フォン・ボックを中央軍集団司令官から解任し、翌日にはブラウヒッチを陸軍総司令官から解任してしまいます。ちなみに2人とも、表向きは体調不良による辞任と発表されています。そして12月20日、ヒトラー閣下は撤退許可を取り下げ、戦線を維持し最後の一兵まで戦え、自発的に一歩も後退してはならない。必要なら油断で塹壕を掘れと、全軍に戦線の死守命令を下します。ただ結局、ドイツ軍はソ連赤軍の圧力に耐えられずグデイリアンやヘプナーは部隊を後退させてしまったため、グデイリアンは12月26日に命令不服従の名目で第二装甲軍司令官を罷免され、ヘプナーも同様の理由で1942年1月に第四装甲軍司令官を罷免されています。こうして、ドイツ軍のモスクワ侵攻作戦は失敗に終わるのですが、これは同時にソ連侵攻作戦、バルバロッサ作戦の失敗も意味しており、開戦以来、勝ち続けてきたドイツ軍にとって初めての敗北となったんですね。ただ一方ソ連赤軍も、ドイツ軍を100キロ以上、戦区によっては250キロ以上押し返したものの、予備兵力と物資不足により反撃の勢いは急速に衰えると、ドイツ軍の必死の抵抗もあって、1942年1月7日に攻勢は停止してしまいます。その後スターリンは、物資不足を理由に攻勢の再開に反対するジューコフの意見を無視する形で、1月18日に全戦線で攻勢を再開させるも、損害が増えただけで、ドイツ軍を押し切ることはできなかったんですね。無謀に思えたヒトラー閣下の死守命令は、結果的にドイツ軍戦線の崩壊を防いだわけですね。ちなみに、ドイツ第4軍の参謀長を務めたギュンター・ブルーメントリットは、ヒトラーは、モスクワから必然的に迫ってくる災難から、軍隊を救うことができるのは自分だけだと信じていた。そして、彼は本当にそれを達成した。あらゆる陣地を堅持することを義務付けた彼の強心的な命令は、当時のモスクワ全面の状況下では間違いなく正しい判断だった。ヒトラーは、雪と氷の中を撤退すれば戦線全体が崩壊し、ドイツ軍がナポレオンの軍と同じ運命をたどることになるのを本能的に悟っていたのだと、戦後に書かれた回想録の中で語っています。
ヒトラー閣下はナポレオンを超える天才だった可能性が出てきましたね。まあそれはいいとして、この戦いでの両軍の損害はいくつか説があるため、はっきりした数字は不明なのですが、ソ連赤軍の損害が死傷者行方不明者合わせて約100万人と言われているのに対し、ドイツ軍は死傷者行方不明者合わせて約18万、凍傷にかかった兵士は20万人以上と言われていて、大きな損害を被ってしまった独ソ両軍は、戦争計画を根本から練り直す必要に迫られることとなるんですね。というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか。奇跡的にこの動画にたどり着いた方、アドバイス、感想などお待ちしています。チャンネル登録なんかしてくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。